今、はい、さらっと言っていいですか。なんすか、怖いんだけど。怖いす。すごいこと発見したんですよ。すごいこと。すごい。これ相当すごいっすよ。相当すごい。これ相当すごい。はい、ここでめっちゃ綺麗なお方、沖縄木登りトカゲ、すごい可愛い。この色は北部にしかないですか。いや、この色は別に茶色っぽいのとか言えるけど、これ今は特に警戒してない色じゃん。あ、警戒してない色がこれなんですね。普通の自然体の色っていうか、うん、これはもうじゃあ沖縄だけ。沖縄本島、あとまあ周辺にちょっといるぐらい。子供たちのアイドルですよね、これね。日本で唯一のトカゲの仲間ですよ。あ、トカゲ、イグアナの仲間。あ、そうなんですか、これイグアナの仲間。顔似てるっすよね。うん、確かにイグアナだな、これ。モーリーチャレンジ取れるのか。さあ、入った。うわー、しばらんかった。あ、逃げた逃げた。そう、これ仕掛けちょっと見せてもらっていいですか。これこれ、こうなって入ったら、うん、こうやって閉まる。うんうん、になってすごい。だけどこれすすきでやったらスルっていくんですよ。うん、竹だから滑りが悪いですね。滑りが悪いですね。持ってる人いますよ。うわ、手で取ってる。これ種類一緒。さあ、これメスっすか。頭の上のやつが長かったらオスで、短かったらメスだったはず。すごい。これそう、そっち。あ、このそうそうそう、ピヨーンってエラみたいな。家にビワの木生えてる時めっちゃいたけどな。昔俺もよくいたな。いや、うちうるま市ではこれなんていうかアタックね、アタックね。で、茶壇では、茶壇ではグリーンバンバンって言うんですよ。うん、やっぱね、違うんすよね。今グリーンバンバン、グリーンバンバンって言って歌ある。あるよっすよね。マジで俺はあれグリーンバンバンにしか聞こえないんだ。あ、った捕まえた。ほら、すげえ。おい、ナイス。こんな感じで撮れる。すごっ。へえ。これなんか昔ながらのやつだよね。そう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 、夫たちの時代の、うん、こっちりみたいになってる。うん、うん、ナイスキャッチ。うん、これそんなに強く締まるやつじゃないから、うん、傷つけないから、うん、この取り方が、ね、昔の取り方です。うん、じゃあ次行きますか。はいはい、はい、続いてきました、吉田さんスポット、マルヒピ。マルヒピ、綺麗な場所。沖縄一綺麗なの。さあ、ここが、なんかいそうだなってことで、今モーリーが手に抜いてるのなんですか。これこれなんか北海道とかで使う巻き餌らしい。チカバンマー。リスナーさんから来られてきた。これ。もっと奥に投げたこいつか。さあ、かなり綺麗なところなんで、見えやすいですね。魚がいたら一発で分かりそう。こんぐらい。これぐらいの。これ。ちょんって感じ。ちょんだけ。手長エビが釣れちゃうから。ああ、そういうこと。めっちゃ綺麗。ピュイってやりますよ。はい、はい、部屋の穴に何かいるそうです。当たりがあった。おゆっくり足で、ゆっくりゆっくり。癖が出るね。癖の癖でしょ。何なんだ今の。下で何か動きましたね。うん、お、何か触った。カメなんですけど、それのでかいのが10センチぐらい。釣れました。はい、よしのぼり。はい、すごい綺麗ですね。うん、これね、ただのよしのぼりじゃないんですよ。ただのよしのぼりじゃない、うん、って言ったら、って言ったら、いや、その後、その後が欲しい。その後が欲しいですね。これ、イライヨシノボリっていう魚だったんですけど、
で吉野ぼりの中でも最大種、本州にも大吉野ぼりっていうのがいて10センチ超えるぐらいになるんですよ。はい、10センチ。でそれがなんか 2,3 年前によく調べたら沖縄にいるのとかが新種になったんですよ。沖縄にいるのが新種になった。沖縄っていうか奄美から沖縄本島までにいるのと、うん、あと八重山にいるのと、あと内地にもともといたこの平吉野ぼり3種類に分かれたんですよ。もともといたっていうのはいたっていう、あ、いたそう、平吉野ぼりだと思われてたのが、うん、よく調べたら分かれて新種になったんですよ、はい、分かれてよく調べたら、それでこれは剣文平吉野ぼりっていうちょっと珍しいやつ。剣文あの奄美でいうお化けっていうか化け物みたいな、はい、いますね、あのキジムナみたいな、あ、そう剣文一応奄美のやつがその基準になって名前がついたんで、その剣文平吉野ぼり、石垣とかに行くと八重間吉野ぶりっていうのがある。これ沖縄本島は一応この奄美とかのやつと同じって言われてて、だからこれ剣文平吉野ぶりっていうちょっとあの珍しいやつ、天然記念物とかではないです。ではないです。ちょっと変わったこの山奥の川にひっそりいるんだけどでかいっていう、ただこれまだ特徴出てないんで釣りたいところなんで、はい、続いて、ツーバー、さあ、思い良さそうだな。いや、めっちゃ綺麗、水。おお、生きてた。一瞬だった。ちっちゃいのが食ってた。10センチほどがいると。うわっ、張りがかりしないっすね。ちっちゃいんじゃないかね。さあ、巻き毛も投入。岩と岩の間が住処なんでしょうね。そう、大きい人も結構大きいよね。おお、釣れた。これもメスですね。うん、どうも、来ました。こちらですね。剣文平吉野ぼり。沖縄、奄美にしかいない、やつですね、剣文。沖縄でいうキジムナーがいるんですけど、奄美ではそのキジムナーみたいな妖精がいて、それが剣文と言われてますね。沖縄のキジムナーと違うのが、あのカッパみたいな感じですね。ブヨがいますね。ブヨ、あ、やべ、やばい、虫を気をつけてない。このブヨ刺されるとどうなるんでしたっけ。穴開いて、あの腫れますよね。要注意生物。やばい、いっぱいいる。日が暮れるまでに10センチのやつ。これまだハイサイズ全然ないよ。大丈夫ね。ハイサイ初の魚、剣文平吉野ぼり。どんだけ引き出しあるんですか。うん。すごいわ。いるんですよ、こんなのは。こんなのは。どんなのですか。こんなの。そんな大きいのがいるんですか。いる。すごい。すごい色がしてて、石に縄張り好む魚だから、一旦取られると居つくまで時間がかかるんだよ。だからできたら本当はちょっと移動して深いところを探った方が大きいのは多分確率は高い。魚みたいですね。そう見栄えでは、川見栄え。これすごい、水槽にまとめて10匹くらいいる。多分1週間以内に1匹しか残らない。1匹が全部いじめ殺しちゃう。縄張り意識が強いですね。強い。じゃあ1個の水槽に入れるときは石いっぱい入れないといけない。石いっぱいとか水草とかいっぱい入れても多分水槽内で多分買い切れない。ちっちゃいのしかないですね。さあ、ツーバーが今、3匹目釣りました。一緒、なんか色が違う、なんか一瞬を取ってる。本当だ、釣りたてだから黒いのかな。だからね、多分警戒色かな。違うか。ただなんか真っ赤なやつがいるらしいんですよ。はい、吉野ぼりがいますね、こっちにも。はい、剣文平吉野ぼり、うん、大きいサイズがいるらしいです。ここに現れることはあるのか。さあ、オスが来たようです。オスだはず。売ってる？売ってないよね。売ってないはず。動かすとね、反応するんだよね。おっ、追ってきた、追ってきた。さあ、パンに食いついてほしい。
今水、水だったらどうかな。反応はいいと思うね。あ、あった、なんか見えてきた。来た、来た。見えたよ。うん、見えない。来た。ああ、惜しい。さあ、ツバが。ツバ、手釣りしとく。ああ、いいや、いいや。ツバの手釣り。全然来るかも。さあ、これさ、さあ、そう、さあ。ちょっと、いいぞ。ちょっと警戒してはいるな。手釣りが黄色かったら、あれ。めっちゃ見てる。見てんだけどね。むずいね。決めちゃっていいですか。メスを取ればいいんですよね。オスです。あ、ごめんなさい、オスでした。なんか全員ハモ、ハモリ、あ、全員ハモったね、今ね。三人かっこきれい。おわっつって。はい、ということで、こちらですね、はい、取れなかったんで、ただメスはね、取れたからね。メスだけ釣れたの。うん、早かったっすね、沖縄の在来種。あ、在来種。在来種です。在来種。在来種の、剣武平吉登り。ありがとうございます。吉登り、はい。次はもうどういうところ。次最終ポイントですね。最終ポイント。吉登りは、多分吉田さんと会わんかったら、名前すら知らんかったです。俺も名前すら。知らないよね。吉登りまでだったら知ってると思うけど、吉登りも知らん。吉登りも知らんし、ノアエビも知らんかった。知らんと思う。でもね、みんな知ってるよ。いや、売り越しの人多分10人に聞いたら8人ぐらい知ってる。いやいやいや、そんなわけないから。絶対知らない。そんなわけないから。いやいや、知ってますよ。次のところ、じゃあちょっと行ってみますか。次はどういうところですか、ちなみに。次は、まあ前にも1回行ったことあるんですけど、楽しいとこですね。楽しいとこ。はい。いろいろな生物がいる。いろんな外来種が、外来種が、あ、いや、インターナショナルなところ。そうですね。見てみますか。沖縄のチャンプルー文化の最前線に迫ってみようかなって。はい、インターナショナル。じゃあ、行ってみましょう。はい。はい。はい、外来種、なんと夜に大量に現れるスポットがあるということで、そうですね、今移動してきて夜です。はい、吉田エリアに来ました。はい。ここは大量に現れるのはどういう感じなんですかね。寝ぼけてもうわーって浮いてるんで、あ、寝ていて浮遊してるってことですか。それをなんかもう鈍くなってるんで、はい、それをみんなで救っていこうと。でついでにザリガニも出てきてると思うんで、今日は暖かいし、はい、まあ、それもザリガニも、ザリガニも外来種、超外来種ですね。うん、はい、じゃあステージ見ていいですか。こちらですね。すいません。え、どんな感じ。もう多分ツーバーだったら2秒で分かると思う。折れると思う、いると思う。でも浮いてるってこと、なんかふわーって、うん、もうふわーって、さあ、多分土壌もいる。土壌もザリガニもいる。イモリもいるから。イモリもいる。イモリどこっすか。1個取ったよ。これは何。これ1匹なんか泳いでた。泳いでた。はい、ゲット。何ですか、これですか。パールダミューですね。ちょっと見ていいですか、これ。でかいでかい。でかいんだ。やっぱいるのは高いから。これがパールダニオ。ドニオ、ダニオ。これがたくさんいるんですか。これは吉田さん。はい。これもペットショップで売られてるような。あ、そうそう、熱帯魚メイクマンさんとか行ったら売ってますよね、普通に100円とか、うん、あ、じゃあこれもなんかリリースされて、まあ多分誰かが橋の上から捨てて、まあ、人間の手によってここに来たっていう感じなんですね。これには何も見えない。そして、あ、イモリもいますね、ここに。あ、イモリは在来種ですね。イモリがいっぱいいる。これもいる。ちょっと匂う。イモリ、ちょっとあの金粉まとったイモリがいますね。イモリ危ないな。ほら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 、ついてる。ほらほら、ほら、どうしました。ほら、ほら、浮いてた。ほら、何が浮いてるんですか。パールダニオ、ほらほら、ほら、あ、そんな感じで、そう、いっぱい入れてって。ほら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 。え、見えない、見えない。え、見えんの、ヨスさん。え、見えるよ。ヨスさん、見えんの、すごい。少ないけどね、まだ。さあ、モーリーも今、ガサガサしまくってますね。一応見えるよ、モーリー。見える。俺は見えんわけよ。おっか。あ、ほんと、あ、いっぱいいるね、一緒ね。これを、うん、こうなって、こうなってやってた、うん、なんでそれ。こうなってやってた、なんか寄ってくるわけ。明かりでくるってこと。うん、
寝てるんですか、夜はやっぱり。寝てんのか、まあ一応動きはもう完全に鈍いっていうね、うん、昼間じゃこんな風には撮れない。半分寝てるわけ。そうそうそう。あ、36が疲れてる時と一緒。ああ、頭が回ってない時。そう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 。あれと一緒。あのさっきメス釣ろうとしたのと一緒。あれか、ケンムンか。ケンムン、みんなオスって言ってんの、俺だけメスって言って。オス釣るの頑張ってるのに、メス釣ればいいんだよね。あ、全員がメスですって。あ、オスですってね。全員がオスって、うん、あ、面白かったね。今このぐらい取れた、ほら見て。おしにいっぱい、やば、超いっぱいある。100ぐらいじゃないですか。いや、大変ですね。大変ですね。チャンプル文化っすね。やばいよね。なんか浄化槽のブラワーみたいなのってくるんですけど、これなんですか。あ、これなんか虫っすよ、これ。カエルじゃない。ビーってなって出てますね。虫。何の音？その辺？その辺？あれ？何だろう？何かいたはずなのに聞こえなくなった。あんだけ大きい音をかますから、出すからね、なんかちょっとある程度大きいのかなと思ったけど、わかんないな。今かなりの量が取れてますね、これ。まだ10トンぐらいだけどね。うん、すごいいっぱいいますね。うん、冬ですよ。基本冬はこんなに見るってのはなかなかないですか。まあ、この間すごい寒い日に来たけど、うん、やっぱこんな寒い中にね、いるうちの熱帯魚って言われているような魚がこんなに100匹以上、150ぐらいかな、うん、ちょっとあれですかね、沖縄はその外来種たち、こういう熱帯魚の魚でも住みやすい環境なんですかね。そうですね、天敵がいないと思うんだよね。うん、だから増えてくるんですね。ここユゴイもいないし、なんかオオナギとかもいないんですか。なんかザリガニもいるじゃないですか。オオナギは多分ね、いると思う、うん、全然食い切れてないぐらい数が多いっていう。で、こちらが、イモリですね。綺麗なのいるね、赤いのね。この柄がやっぱりついてるやつ、この真ん中にいるような子。今見て、この間の8ポイントを最近やった後に見て、ちょっと思うことね、うん、実際いや柄がついてるのが少ない。そう、8ポイントにはそのだいたいみんな黄色についてるでしょ。金箔ついてましたね、はい、北部はほとんどつかないんですよ。へえ、そんなあれもあるんだ。ちょっとついてるんで、そう、あの生息場所によって、はい、ちょっと今あんまり大きな声じゃないんですけど、その某大学の先生にも話してるんですけど、うん、結構場所によってこのタイプが違って、うん、何タイプか分けられるんじゃないかって今言われてて、うん、種類がもしかしたら違うかもしれない。そうそうそう、種類は同じなんだけど、この環境が型が、うん、その生息地域によって、種類までは分けられないけど、シリケイモリのこの北部型、頭に南部とか北部とかつくかもしれないとか。ああ、そうそう、うん、北部型、南部型、中部型みたいな感じで簡単に言えば、うん、なんかあれがありそうだな、なんかイモリちゃんたちでなんかプライド持ってそうだな。そうそうそう、あのエーサーみたいに、あの地元大好きみたいな、パーラン食うしか使わないとかね、うちパーラン食うしかないよみたいな、あの大太鼓は邪道とか、締め太鼓じゃないと始まらんとか。これはこっちの北部に特有の、そうそう、まあ、基本黒ベースに、はい、まあ、ちょっと赤がこうやって入ってるとか、まあ、ちょっと金箔入ってるのもいますけど、うん、意外と注意してみると違うんですよね。かわいいっすね、こういう色が入ってると。これがまた渡嘉敷島行くと真っ黒なんだけど、うん、はい、あのイボイモリっていうイモリがいて、はい、あれに似たようにゴツゴツした体型してるんですよ。同じシリケイモリなんだけど、うん、だから島は島でまたちょっとタイプが違う。形まで違うのがいるんですか。まあ、まあ、パッと見知らない人が見たら基本全部一緒だけど、うん、ちょっとあの見慣れた人が見ると、はい、もうごっついぐらい、全然あのなんかちょっと雰囲気違うなっていうぐらい、うん、また撮ってきた。渋いですよ、楽しい、うん、いろんな種類が。はい、いてはいけない生物、はい、ナンバーワンぐらいのやつ。ヘッドライトに照らしたらさ、あの目赤いの分かるっすか。そうそうそう、今いるのはこちら、ザリガニ。初めて捕まえたかもしれない俺、ザリガニ。そう、これ挟ん釣りとかではない。ないですないです、挟んだら痛いやつ。痛いよ、うん、意外と
背中指に挟まれたことある？ナイスナイスナイス。あれのちょい痛いバージョン。手長指も結構痛そうなリアクションしてるの見たことあるんだけど、小さいカニぐらい、うん、あ痛いっす、小さいカニ、すごい怒って離さない、これ自節するから、うん、死んだふりしてる、あれ動かんくなった、死んだふりしてる、これも特定なんだっけ、これも特定、特別特定だった、条件指定みたいな、条件付き、うん、あ営利目的とかがダメみたいなやつでしょ、あ、はい、上げたり、売ったりはできないけど、まあ、自分で買うんだったらとか自己責任の上でならってことだっていう感じで言ってましたね。これはどうしますか、あっち入れときますか、そうですね、挟む、締める、はい、挟む、締めるよって挟むかもしれない、うーん、思ったよりあれだな、モーリーさん皮膚硬いもん絶対、うん、硬いな、俺の指買ってしまった、俺の指鉄、うん、鉄だったな、え、こっち死に優しいね、そんなに、あ、寒いから多分よ、一応あんま動かないですよ、寄ってるかもしれない ね寒いから、これに入れる、はい、はい、じゃあ入れときますね、はい、すごい、本当に戻った、動いてる、動いてますね、すごい、うん、なんか泡のところでジャンプする、うん、ほら、なんか泡のところだけジャンプする、止まってんのかな、巻き持ってなんでかな、え、なに、またザリガニ、ほら、死にちっちゃい、お前よく見つけたな、これ指じゃん、普通の、え、ザリガニ、ほら、ザリガニ、ザリガニ、ザリガニだ、ちっちゃ、死にちっちゃい、ねえ、初めて見た、こんなサイズ、あ、けどなんか少し綺麗な気がするな、目が綺麗、うん、ねえ、今まだ、あの、ま、世の中の悪い部分見てない、確かに、うん、すごっ、超ちっちゃくない？うん、この人も、ペイ、どこ行った、あ、いたいたいた、並んだ、うん、おお、攻撃しようと、大きいのが小さいのに、あ、いや、なんか、あれですよ、捕まったの、地面を掘る感じでやったら捕まえ切れました、この2匹、あ、そうだ、潜ってるんだね、じゃあね、なんかちょっと寒いからちょっと潜ってんのか、引きずりながらやったら、なんか入ったっすね、やっぱ葉っぱの下とかに、もしかしたらね、隠れてるかもしれないですね、夜間が高さだな、ね、楽しい、うん、まあまあ、いちゃいけないんだけど、じゃんけんぽん、図工、イモリもかなり数が増え、数がいますね、ツーバーがイモリ、イモリ取り浜屋なってる、うん、で、俺、イチオシ、あ、死にきれい、すごい綺麗だな、めっちゃ綺麗だな、ツーバーが取った、これやつ、はい、死に珍しいやつじゃないですか、これめっちゃ綺麗だ、こいつ目立ってた、今、はい、さらっと言っていいですか、なんすか、怖いんだけど、怖い、すごいこと発見したんですよ、すごいこと、すごい、これ相当すごいっすよ、相当すごい、これ相当すごい、吉田さんが相当すごいが相当すごいでしょ、うん、相当、それは相当すごいな、ああこれすごいの見つけたかもしれない、うん、嘘っすか、これいいっすか、はい、言いますよ、はい、これ多分、まあいいや、とりあえず行きますよ、はい、足が5本生えてる、5本は絶対ない、それは、え、4本じゃないですか、そんなわけないでしょ、びっくりして手が触れてる、ほら4本、やばい、やばい、4本じゃないですか、4ですよ、それほら、それ4本生えてる、1、2、3、4、5、え、あ、待って待って待って、上が右手よく見て、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ほんとだ、は手が5本生えてる、え、すげえ、ほんとだ、めっちゃちっちゃい、ちっちゃい、右手にちっちゃい手がある、しかも生きてる、この腕自体が、なにこれ、あ、すごい、今わかりやすそう、やば、ええ、まあまあ珍しいですよ、まあまあどこじゃない、すごい、すごい珍しいです、まあまあ初めて、そう、色もすごいけど、色だけ見てた、てか色もあって腕もこれってやばいっすね、ね、これは相当じゃない、これ激レアだ、これはすごい、やば、マジゾッとした、今動いてるよ、うん、そんなことある、え、こんなことあるんすね、多分これ今、はい、お尻もちょっとほらやられて治ってちょっと変な感じしてるでしょ、これ、あ、これ多分ね、はい、まあ、あくまで予想なんですけど、はい、柄が綺麗じゃん、はい、目立つじゃん、はい、だからちっちゃい時にやられて、はい、再生したんだと思うんだよね、一応前の、あ、なるほどね、でそのきっかけで多分、あ、日本になってんの、何かのきっかけで体がバグって、うん、やーば、すげえ、5本になったと思う、この感じの生え方だと、これちょっとなんか入れ物を見ていいですか、入れ物が出てから、さあ、じゃあ見てみますよ、うわっ、すごっ、手が5本、ね、1、2、3、4、5、うわ、すごい、この手動いてる、こいつ生きてましたよ、腕、すごい、すごいね、すっご
一回攻撃されて、じゃあそこからまた生えてきた感じなんだ、びっくりして。さっきさ、あの妖精ってあの三色ゴムじゃないや、はいはいはい、オーバーみたいに取ったじゃん。いました、いました。あれの大きくなってる過程か、あんまりこれ大きい段階でやられると綺麗に再生しないの。へぇ、こういうでっかい段階で踏まれたりして、食べちゃうと、ある程度ちっちゃい時に目立つからやられて、で、治ったんだけど、うん、その過程の中でその時に生えてきた時に傷だったのか取れたのかは分からないけど、何かがおかしくなってる。すっごっ。でも柄もすごいっすね。今日一の柄っすよ。なんか神々しく見えたな。確かに尻尾もね、本当に先っぽがね、うん、先っぽが攻撃されてる感じするね、うん、すげえ。変な治り方してからこんなだったんだね。すごいわ。すごい、うん、動いてるのすごい。もともとあるところに生えてきちゃったのかな、なんかそんな感じで。そうっすね。すげえ、すごいな。なんか右腕重たいなって言われてますね。え、うん、すごい。え、ちゃんと動いてる。すごい、5本目の腕ちゃんと動いてる。すごいな。初めて見た。これは吉田さんやばいっすね。数万匹見た記憶はあるんですけど初めて見ました。数万匹に一匹、やば。すごいね。かわいい、とってもこう本当に超イモリファンの人だったら高額つけるんじゃないですか。どうなんすかね、ただの危険って見なされんのか、うん、でも中国なんかの人とかこの頭が2個あるカメとか、うん、こういうの好きなんですよ。なんかあれって言いますよね。そうそう、縁起物、縁起物みたいな感じでね、うん、見た感じ全然色違うもん。なんか別の生き物がいるみたいな。うん、うん、すごい。このイモリちゃんもね、尻尾をギザギザゴジラみたいになってますね、うん、ほら、赤いでしょ、はい、だから目立つんだよね。かじられたかなんかして、うん、治ったんだけど、そのまま大人になって、そうそうそう、これがすごっ。けどなんかやっぱあれですね、こういう外来種がたくさんいる中でも在来種も混じっててね、もしかしたらワンチャンザリガニにやられたとかね。あ、可能性ある、可能性あるっすね。ザリガニ2匹捕まえました。あ、2匹、うん、こんな寒いのにいた。 あっちに行きました。穴に、なんか土の中か葉っぱの下にいました。あ、そうだね。はい、ということですね、今回かなり遅い時間帯までね、うん、探したらやっぱりたくさんいましたね。見たね、こんなにいますからね、うん、この寒い中でもこんだけいるからすごいよね。確かに、うん、これほんとね、夏もっといいね。前見たけど、うん、すごい、もう二重みたいにふわーって浮いてんだけど、これでもまだ少ないぐらい、うん、まあ、吉田さんのおかげで、まあ、貴重なね在来種のレアの、確かに、はい、イモリも日の目を浴びたという。イモリはすごすぎたね。すごい ね、あれはすごい、こんなのいるんだ、うん、ヤンバルクイナですね、これ。クイナ鳴いてますね。こんな鳴くなんだ。すごい。絶対聞いてると思う。いや、いっぱい聞いたことある。この鳴き声は初めて聞いた。ほんと一匹鳴くと何匹か反応して。あ、じゃあ近くにもやっぱそういう在来種いるんだ。あ、全然。やっぱり沖縄の自然とはすごいですね。ただまあこういう在来種以外にもね、外来種もたくさんいるっていうのは、まあ、ちょっとまあ問題ではあるんですけど。うん、あと、ついほら10日前ぐらいに、及川ですよ、及川。うん、あれとか新たな。外来種だから、うん、めっちゃ及川でした、まあ、ちょっと別の動画になるんだけど、ひっちゃんたちがあの、まあ、僕、ひっちゃん、ツーバーがいるときに、うん、別の川で、あの及川、県外の魚がね、うん、日本の魚なんだけど、はい、国内外来種っていう沖縄にはいっちゃまずい魚ですね、うん、沖縄県民まず馴染みないと思います、うん、あの婚姻食したらね、すっごい綺麗な魚なんですけど、もうちょっとしたら多分、ね、突然赤くなるらしいから、うん、とりあえずこいつらは持ち帰って餌にしますか。餌に、これ吉田さんの熱帯魚の餌になるそうです、はい、そのままリリースではなく、餌として、はい、もし仮に他で見つけたとしても絶対逃がさないっていうことですね。もし仮に綺麗だからペットショップで売ってるから買おうかなっても全然ありなんだけど、もう絶対でも逃がさないです、その代わり、うんうん、責任を持って、はい、最後まで買ってほしいですね。その川にいるものだとしても一回水槽に入れたものは、うん、あのちゃんとあの何があるか分かんないんで、うん、病気とか病気も含めてなんですけど、だから絶対もうそれは川に逃がさない、うん、ということで今回は依頼メール、沖縄の外来種調査、はい、吉田さんのおかげで、たくさん見れました。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん見れたんですかね。まあ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 、見れました、はい、
在来種もなんか初めて見るやつ。俺ザリガニ初めて見たし。あ、在来種、うん、そうね。はい、今回は沖縄にいる外来種を調査してみようでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。